E プラスをご覧の皆様、中村雅俊です。ビルボードクラシックス、中村雅俊シンフォニックライブ2023-2024 What's Next を開催いたします。12月21日木曜日に兵庫県立芸術文化センターコベルコ大ホールで開催となるわけですが、今度の公演で楽しみにしていることはですね、いつもよりもアップテンポの曲が多いということですかね。過去2回はですね、バラードとかミディアムの曲が多かったんですけど、今回は思い切ってアップテンポの曲を増やしてどんな具合になるか、非常に楽しみにしております。コロナ以前はですね、毎年のようにコンサートで大阪、関西方面によく来ていたんですけど、コロナ起きてですね、それ以後ちょっと関西に来る機会が減りました。だからこそですね、今回のコンサートはですね、とても大事にしたいし、いいパフォーマンスをしたいと思っております。頑張ります。ですから皆さん来てください。皆様のご来場をお待ちしております。やっぱりこうコンサートがですね、やっぱりできなくなった現実がありまして、だからこそ余計にですね、そのライブの楽しみ良さをですね、痛感しております。また前のようにですね、皆さんとこうコンサート会場で会ってですね、一緒に楽しい時間を過ごす、感激するような時間を過ごす、そういう時間を持てたらいいと思います。ですから、切実に皆様のご来場をお待ちしております。